こんばんは。現在5月26日の3時15分ですね。今から、空よりも遠い場所というアニメの1話を見たいと思います。花田十喜や。 UFO の脚本と一緒ですね。で、だから高2になったのにまだ何もしてないってことに気づいたわけ。中学の時も決まり何もしなかったじゃん。だからだよ、高校時代は何かしなきゃって思ってたの。なんとなくは良くないって。時間は限られているのに、あの時の決心どこ行ったって話だよ。それで何するの？とりあえず実行しようかと思って。東京？まずは東京まで行って、それで果てのない旅に出る。思いのまま漂う。いつ？いた！ Enjoy your trip。 明日？学校をサボって。あ、いいんじゃないの？休むんだよ、ずる休みだよ。だからいいんじゃないの？そのくらい。そのくらいって、まさか決まりしたことないの？ずる休み。めぐちゃんあるの？あるでしょ、誰だって一度くらい。尊敬。そういう目で見るな。じゃあさ、じゃあさ、私のお母さん南極観測隊員だったの。中学の時行方不明になっちゃったけどね。そうなんだ。結局見つからなくて、遺品もほとんどないままで。だから私が行って見つけるの。南極に行けるの？みんなそう言う。ばあちゃんも友達も先生も先輩も近所の人も、子供が行けると思っているのかって、いくらかかると思ってるんだって。それで100万。ずっとバイトしてね。私は行く。絶対に行って。無理だって言った全員にざまあみろって言ってやる。受験終わって高校入った時にそう決めたの。
たい人には言わせておけばいい。今に見てろって熱くなれるから、そっちの方がずっといい。何か手伝えることない？あったら言って。じゃあ一緒に行く？そっと走りした夢、前にも何人かそういうこと言ってくれた人がいた。でもみんなすぐいなくなるの。やっぱり無理だとか、友達に止められたとか、怖くなったとか、それが普通だと思う。だって高校生なんだし、学校行ってるんだし、友達もいるんだし。違うよ、私はそんな簡単な気持ちで行ったわけじゃなくて。船の下に、次の土曜ここに来て、そしたら本気だって信じる。小さな夢を叶えた。砕氷艦しらせ一般公開。怖くなったとか、それが普通だと思う。いけるわけないのにね。今度こそ旅に出る。いつもと反対方向の電車に乗り、見たことのない風景を見るために。めっちゃ面白い。面白いな、これ。怖いけど、やめちゃいたいけど。意味のないことなのかもしれないけど、主人公の方が水瀬祈っていう人。ハゲのおじさんと富士山が映ってる。あ、早く触るな。14,000 km、 宇宙よりもはるかに遠い、誰も寄せつけないその場所へ。
どうやって行くつもり？知りたい？その口元がにやりと笑う。私の青春が動き出した。うわ、めちゃくちゃおもろいやん、これめちゃくちゃおもろいな。三宅さん、こっち。おーい。このコンビニの店員の子もあれなんかな、一緒に行くんかな。いや、なんかすげえこの、なんやろ、ドキドキワクワク感がものすごい今あります。面白いですね、うん、では、また2話でお会いしましょう。それでは。